さて、どんどん行くのじゃ。次の議題はこれじゃ。弓を使うアーチャーはアーチャーじゃない説。はあ、何言ってんだお前ら。弓使わないでなんでアーチャーなんだよ。俺も黒のアーチャーには手こずったもん。これはまあ、ええ、その通りですね。え？視聴者の方にお知らせします。今回の結果につきましては、出演者の聖杯戦争におけるアーチャー経験の偏りが色濃く判明されてしまったため、残念な検証結果となってしまったことをお詫び申し上げます。実際問題、最近は麗しのアタランテさんや大事な方の信長くんアーチャーなど、弓を使うアーチャーがしっかり活躍している事実を、絶賛配信中の大人気アプリフェイトグランドオーダーにてご確認いただければと思います。って、これ藤井王の宣伝ですか。ケイローン先生とかにも謝れよ。グダグダお得テクニック。